皆さんこんにちは、欅坂ニュースの時間です。6月中旬、過ぎまして、早いもんですね。今週もこの日がやってまいりました。毎週毎週ね、こうやって欅坂を1週間ずつ振り返っていくと、活動の流れとかパターンも少しは見えてくるなぁなんて改めて感じてるところでございます。とはいえね、今週も、いろんなことがあったのかななかったのかなというところで、皆さんも聞いてもらえればななんて思いますので、よろしくお願いいたします。それでは行ってみましょう。共演 NG が3度目の共演。まずですね、欅手掛けない今週も、リモートでの放送ということであったんですけれども、今週はゲストが、いましてですね、収録としては3回目の出演となります吉村さんね、平成のぶしこぶしの吉村さんが出演されました。電話でしたけれどもね、なかなか相変わらずの共演 NG ネタで、いじってきたわけですけれども、やっぱりこうなんだろう、嫌むよ嫌やも好きのうちなんて言いますけれども、そんなイメージがかなり強く出てる回になりましたかね。で、吉村さん時代リモートはあまり、乗ってないというか、難しいみたいで、なんかこう乗り切れない感じもまた面白かったりして、で吉村賞という言葉が出てきまして、今まで澤部賞として、なんか得点がついたら、買ってくれるみたいな、お金とか賞金が出るみたいな企画がありましたけれども、今回は吉村さんがもう一度バトルをして、メンバーが勝ったら吉村賞という話になりましたね。いやー、これでまた吉村さん出演のチャンスゲットということで、もう完全に商法の一つですね、共演 NG 商法というパターンにハマってきてる感じですけれども、まあこういうのもね、でもあった方が刺激にはなってアクセントになってね、結構見てる方は楽しいので、まあこれからもどんどん続けてもらえたらななんて思いますね。プロレスと一緒でね、ヒールがいるから、メインが際立つという感じで、吉村さんにはとことんヒールでいてもらえると非常に楽しいななんて思います。ワードセンス光る良い一本。こちらのニュースもね、欅って書けないですけれども、だいぶ前ってわけではないですね、今年入ってからの、小林優衣フューチャー企画があったと思うんですが、そこで全カットになってたコーナーがあったという垂れ込みがありましてね、それを未公開シーンとして放送されたわけなんですけれども、小林優衣の方が2期生にキャッチフレーズをつけてあげるっていう企画をやってたみたいで、それを、発表してました。やっぱさすがゆいぽん、ワードセンスは見事ですね。どれをとってもなんかおーってうなずけるものばかりでしたけれども、特に僕個人的に気に入ったのは、そうですね、やっぱ竹本ですかね。滋賀県出身の童顔やからって、舐めた真似してと琵琶湖の水止めたんか止めたるかんな僕関西人じゃないのでうまく言えませんけれども、やっぱりワードセンスいいなと思ったのと、やっぱ最後にね、紹介されたリコピーのがあまりにもシンプル。あなたの好きなピはリコピーっていうね、すっげーシンプルなんだけど、オチとしても見事というか、なんか笑いのツボが小林は分かってきてるんだななんて改めて感じた、回というかね、コーナーでしたね。すごくこれからもこういうワードセンスでね、引っ張ってもらえると楽しいですし、誰かこの2期とか新2期でこういうワードセンスが際立つメンバーが出てくれば、ワードセンスバトルみたいなのも見てみたいななんて思いましたね。単独活動も続々と。欅坂46、なかなか新曲も出せない中で、次の活動、大きな活動っていうのがなかなか見えてない状況なんですけれども、とは言っても個人活動それなりに出てきてます。今週で言うと、TBS でやってたこの差って何ですかに、佐藤しおりが出演してましたね。似顔絵の、講習とかを受けてて、さすが美大卒の、
しーちゃんだなと思って上手でしたね。もう完全に似顔絵というよりももう作品になってましたけれどもね。はい。で、明日ですか、池上彰のニュースそうだったのかの方で菅優香が出演も決まってます。で、それから東京ビジュアルランウェイライブっていうのが6月27日、来週の土曜日ですかね、にあるんですけれども、こちらに、小林由依と羽生瑞穂がモデル出演をすると。まあ、TGC みたいな中でのこうイベントができなくなってるので、そういうのの、まあ、代替案としてペーパービューでですね、アベマの方で、放送があるそうですので、ファッションとかね、そういうの興味ある方なんかには、うん、朗報だ来たななんて思って、見てました。それからまあ今週で言うとユーパラもですね、田村ほのと関由美子2人、リモートでの収録でユーパラに出てましたけれども、すごく、楽しく喋ってて、結構僕も何回か聞いてしまいましたね。やっぱりトークが2期生は上手くなってきたなって改めて、感じました。で、こうやって個人のね、仕事がどんどん増えていくと、やっぱり、ファンとしては嬉しいなっていうのがありましたし。で、また、7月2日、BLT グラフの方の、発売に合わせて、今度はなんと、守谷茜が初の関東グラビアということで、20ページのロンググラビアになるそうです。はい、こちらもちょっと押さえとかないとななんて思っておりますけれども、まあ、こうやってどん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 ね、個人が際立つ活動ができてるっていうのは欅にとってどんどんプラスになっていくと思いますからね、新曲の前までにですね、こういう活動で認知を上げていって新曲でドンと言ってほしいななんて思いますね。ユッカー壊れる。レコメンなんですけれども、まあ、先週ですか、坂道の交流戦があって、まあ、かなりこう盛り上がったわけなんですが、今週もその余韻がちょっと残ったままでの月曜日のレコメンに菅優香出演という形だったんですが、まあ、当然のことながらどうでしたかという話になりまして、まあ、楽しかったですっていう話で、まあ、カトシをいじる流れになりましてね、へにょへにょカトシいいですねみたいな話になって、それの真似をするっていう流れがあって、個人的にそれがむちゃくちゃ面白くてわざわざニュースにしたんですが、あのときめきときめきレボリューションっていうのをカトシが言うんですけれども、たまにね、あのぶりっ子キャラで、それを、完コピするユッカーということで、最近そういうユッカーが吹っ切れるキャラが増えてきてて、見てる方聞いてる方はですね、楽しいなぁなんて思ってるんですけれども、まあでもユッカーも本当にここまでなるとは正直思ってませんでしたね。うん、正直びっくりですけれども、でもなんだろう、キャプテンがこうやって吹っ切れた活動をしてくれると、他のメンバーもあついていこうっていう流れになってくればですね、もっともっとバラエティ力が力ついてくるのかなと思って、まあ、日向の力を借りながらね、バラエティ力を伸ばす欅っていうのもまた、面白いのかななんて思いますのでね、ぜひぜひ、もっともっとやってほしいななんて思いましたね。ユッカネン見るならファンクラブ。こちらね、ファンクラブ公式サイトのファンクラブ情報になるんですが、なんで今のタイミングだったのかちょっとわかんないんですけども、ヒストリーっていう、要するにファンクラブ限定で見れるオフショットのこう写真記事みたいなのがあるんですけど、その中にあの今回、ヒールの高さ、8枚目の黒い羊のカップリングであるヒールの高さの MV 撮影のオフショットを、結構な枚数上げてまして、当然あのここで見せるわけにはいかないんで、ファンクラブ限定なんで今からちょっと見ようかなと改めてちょっと見てみます。かなりですね、照明の効いた写真が多くて、パチッと決まった写真が多くてですね、すごくこう印象的な写真が多いんですけども、まあやっぱりね、ファンの多いカップリングという意味で言うと、やっぱりこの、ユッカーとね、
アカネンっていうコンビはやっぱり人気が高いじゃないですか。でそうした中でこのオフショットっていうのがなんかお姉さんたちのオフショットみたいですごくいいというかね、なんかいい写真がたくさん入ってます。でこれファンクラブでしかね見れないので、なかなか、ファンクラブに入れてない方は見れないんでしょうけども、特に僕が気に入ったのはあのバスの上かなで2人でね、多分撮影をちょっと待ってるタイミングだと思うんですけど、あのそのマネージャーのカメラにピースをしてですね、撮ってる写真なんかはなんか純粋な感じがしていいですね。まあ、ファンクラブって結構まあ、あの一時期に比べて多分ライブもないですし特典要素が少ないからなかなか入ってる方も少なくなってきてるんだろうななんて思いますけれども、なんだかんだやっぱり少しずつですね、まあ、ケミミもそうですしヒストリーの、マネージャーブログも結構最近は写真を上げてくれてます。でここ2日ぐらいもね、ソーシャルディスタンスで活動再開しましたよみたいな写真を上げてきてるので、まあそれなりに、コンテンツとして充実さが最近増してきたななんて思ってるので、もしね、入ってない方でお金にちょっとでも余裕がある方はちょっと試しに入ってみるっていうのもいいかななんて思います。遡ってね写真なんかも見れますので、ぜひ気軽に入ってみてはいかがかななんて宣伝地味なことを言ってしまいましたけどもね、はい、やってみてはいかがでしょうか。東京ドームは内から見える？本日ね最後のニュースになりますけれども、ライブナタリーさんがね、主催をする、ライブナタリープレゼンツリスペクトトークライブボリューム4語るなら欅を東京ドームは内から見える同時視聴会っていうのが、行われるのが水曜日ですね、水曜日に発表されました。日時がですね6月27日の、19時からで配信で行われます。で、有料配信ですね、こちらも。なのでユイポンとかが出る実はランウェイイベントと被るんですけれども、まあどちらを取るかだとは思いますが、出演者グランジの遠山さん、遠山校長ですね、とハンニャカナダということで、もうズブズブの、欅ファンの2人が、彼女たちについて永遠と語るというだけのなかなかねコアなイベントではあります。で今回はですね東京ドーム公演がありますね。でブルーレイとか DVD 買われてる方は同時に再生をしながらその2人のトークをまあリアルタイムで楽しむという企画になっているようです。だから円盤持ってる人はねぜひ参加してみてはいかがかなと思うんですけれども、予定としては19時から22時を予定しているみたいです。視聴の費用は1000円ですね。はい、まあ当然のことながらね、多分遠山校長はいつもの武装モードでやってくるとは思うんですが、どういうね裏話とかトークが聞けるのか、ファンイベントとしてのなので本人たちは一切出てこないですけど、まあ自由に喋れるかなり、コアなトークができるチャンスかもしれません。でなかなかねこう、ライブもないし、難しい状況の中でねこういうイベントをやってくれるっていうのは非常に楽しいですよね。もう早速僕も有料配信購入させていただきましたんで、27日また見てからですねいろいろ語れればななんて思います。今まではね東京でロフトプラスワンとかでねやってたんですけれども、初めての、配信ものになりますんで、県外ね、地方の方でも十分楽しめるコンテンツになると思いますので、逆にチャンスですね。はい、ぜひ地方の方も一緒に楽しみましょうというイベントになればいいかななんて思います。今週もね、いろいろ喋らせてもらいましたけれども、やっぱりこう少しずつ活動が復調してくるっていうのは嬉しいですけれども、やっぱり大きな一手がまだ出せてないもどかしさっていうのも当然ありますね。でもまあ少しずつ、活動がいろんなところで再開されているのはすごく嬉しいことですので、この流れのままですね、
新曲、ドキュメンタリーライブ、運営さん頑張ってくださいというところでしょうかね。ということで今週はこの辺で、それではまた。